第七代メディナシドニア公アロンソペレスデグスマニーで、スニガソトマイオールは、スペイン王国の貴族、軍人で、無敵艦隊の総司令官である。ポルトガル王女ン四世ヒルイッサは孫娘にあたる。フアンカルロスデグスマンとレオノールマンリケデスニガイ、ソトマイオールの息子として、1550年9月10日に生まれた。1559年に祖父が死去すると、 メディナシドニア行為を継承、ヨーロッパ有数の大富豪になった。1565年にわずか4歳のアナデシルバイ、メンドーサと婚約、1572年に教皇から結婚の官僚の特面状を発行された。この特面状発行について、スペインをフェリペ2世が、アナの母にあたるエーボリ公爵プジンアナデメンドーサを愛人としていることが理由であるとの噂が、 同時代に流れたが、ブリタニカ百科事典第11版では根拠がないとしている。この噂によると、アナはフェリッペ2世の諸子であり、それが第7代メディナシドニア公の徴用の理由だと言う。1581年、金羊毛騎士団員及び、ロンバルディア知事に任命された。1588年2月9日に、スペイン海軍の父と称される。 サンタクルス提督が休止したため、公認として無敵艦隊の総司令官に任命される。メディナシドニア公は、海戦の経験も能力もなく、さらに船酔いすることを理由に辞退を申し出たが、受理されなかった。結果、同年のアルマダの海戦において、スペイン無敵艦隊は壊滅し、後世まで臆病者、優柔不断、無能と評価されることになった。 ブリタニカ百科事典第11班も彼の指揮が申し出の正しさを証明したとしている。アルマダの海戦以降も海軍帝督やアンダルシア知事などの官職を務めたが、1596年にイングランド・オランダ連合艦隊がカディスを襲撃した時は対応できずに敗北を喫し、フェリペ3世がスペイン王に即位した後の1606年にも、 ジブラルタル近くで、オランダに艦隊を壊滅させられた。これらの不面目な戦果を受け、同時代の作家ミゲルデセルバンテスは、メディアイコールシドニア港を風刺するソネットを表した。1615年に死去、息子、フアンマヌエル・ペレス・デグスマンが爵位を継承した。ありがとうございます。